はい、こんにちは、ともチャンネルです。今、Chromebook の、Google を立ち上げたところなんですけども、今回はですね、写真の方を、修正しようと思います。Chromebook ではね、いろんなウェブアプリあるんですけども、私が一番写真の修正しやすいなと思ったのは、Google フォトなんですね。これはもう標準でついているものです。この Google フォトの、一番いいところっていうのは、スマートフォンで取り込んだ写真、取り込んだというかね、自動的に取り込む設定にしとけば、自動で、この Google フォトの方にね、写真の方を、共有してアップロードしてくれます。この機能が一番、便利なんじゃないかなという気がします。今立ち上げたところが Google フォトの、私のね、ライブラリになります。Chromebook じゃなくて、これは、スマートフォンでね、撮ってきた動画ですね。いろんな動画を撮っています。ハードオフのね。そういったものがね、自動的にアップロードされていますので、こういった感じの画面になります。でもって、どんなね、修正をすればいいかっていうと、すごい簡単なんですよ。どっかに写真ないかな。最近動画ばっかり撮っているので、写真の方がなかなかないんですけども。写真を見つけたら、ちょっとやってみましょう。この辺が写真ですね。これはね、正月、1月中に撮ってきた、千葉神社の写真です。雪の写真ですね。この辺でいいかな。こんな感じでアップすることができます。アップって大きくすることができます。で、このね、Google フォトのいいところはね、写真のこの色味の修正なんかもね、簡単にできるんですね。これはもう普通に Windows でもね、Mac でも、Google を使って、そして Google フォトに入れば、同じ機能使えるんですけども、この Chromebook でできるというところが、一番いいところでもあるんですね。そのやり方というのは簡単なんですけども、ここに、修正、編集のね、コマンドがあります。コマンドというかタップするところがありますので、ここタップします。で、この先、タップしたところにね、右側に、こんな感じで、オリジナル、自動、あと、セーブ、パルマ、都会といったね、こんな感じのいろんなエフェクトがかけられるようになっておりますので、ここはね、オリジナル、今、現状オリジナルです。これをね、自動にしてみましょう。自動にするとね、本当に Google の方が自動で一番色味のいい状態に持ってきてくれます。あまり変わんなかったですね。オリジナルがこれ。そして、自動がこれ。若干明るくなったかなという感じです。例えばセーブというものにね、エフェクトをかけてみましょう。これがセーブですね。それのしかもね、強さも変えることができます。強さも変えることができます。そしてパルマというのに変えてみましょう。かなり、色味が強くなったっていう、サイドが強くなったという感じですね。で、都会というものに変えてみますとこんな感じ。で、そういったものがね、いくつかあります。シネマ。かっこいいですね。でもね、基本的には自動でほぼいい感じの仕上がりにしてくれるというね、ワンタッチでもできちゃうっていうね、しかも Google の、標準のアプリなので、Google Book とね、とても親和性の強い、便利なアプリではあります。これが標準で使えるんでね、他のアプリをわざわざ使おうという気にはならないんじゃないかなという気がします。ただね、使いやすいアプリもあるので、そっちをね、使ってもいいのかなという気がします。ただね、Chromebook が、Google フォトがね、使いにくいっていうわけではなくて、どちらかというととても使いやすい方です。なので、写真の方の修正をするのであれば、この Chromebook やっていけばいいんじゃないかと思います。で、ちなみに、今自動にしてあります。で、終了するときはこの完了というのを押せば、オリジナルの状態ははっきり言って残っています、まだ。残っていますので、完了を通すと、今自動で修正した写真の方に変わってくれます。ただ、もう一度編集をして、オリジナルというものをね、変えてやるには、これがオリジナルです。だから元の写真は残っているという感じですね。で、自動で編集をしてもらえるんだけど、元のオリジナルは残ったままと
なのでね、安心していろんなエフェクトをかけることができるというものです。まあ、これを知ってからはね、本当に写真の編集はこれでやるのが一番簡単かなという感じでいつも使っております。写真をね、デジカメでこう撮った写真も、スマートフォンに取り込んでね、自動でこっちの Google フォトの方にね、取り込むことで、まあ同じようにこんな感じで、デジカメで取り込んだの、写真撮ったのも取り込むことができます。だからね、どっちかというと、Chromebook というよりは、スマートフォンとの連携が強い感じですね。ただ、アップした後は、こちらのね、Chromebook でも普通に修正ができるといった感じです。まあ、あとはね、この辺でもね、修正、いろいろとかけることができます。こういった感じでね、ペンのマークがありますので、これで自由に、こう、絵を描くこともできます。まあこの辺はね、あとは自分の好みでね、使えるアプリを探せばいいんじゃないかなということですね。はい、今回はね、写真の方を修正をするのも Chromebook でとっても便利だなという、ご紹介でした。まあこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。